民主党の小沢幹事長は4月下旬にアメリカを訪問する意向を固めました。オバマ大統領とも会談する方向で調整しています。小沢幹事長は2日にアメリカのキャンベル国務次官補と会談した際、ワシントン訪問を要請され、4月下旬からの大型連休中に訪問する考えを伝えました。訪問は小沢幹事長が1990年から続けている日米交流組織ジョン万次郎の会の一環として行い、民主党の国会議員も多数同行する予定です。オバマ大統領との会談では日米同盟や普天間基地の移設問題についても意見交換を行うものとみられます。小沢幹事長は去年12月には国会議員140人余りを引き連れて中国を訪れ、胡錦涛国家主席と会談しました。